シンシア。70年代の日本歌謡界に彗星のごとく現れ、大きな瞳に長い黒髪と眩しい小麦色の肌で、世の男たちを瞬く間に虜にした歌手の南沙織さん。その活動期間はわずか7年間ほどでしたが、今でも脳裏から離れることがありません。あれだけ人気絶頂の時に引退して結婚したのは、他に山口百恵さんくらいでしょうか。そんなスーパーアイドルについて調べてみると、意外な事実が分かってきました。本名は内間明美、英語名がシンシア・ポーリー。1954年7月2日生まれの現在67歳。沖縄県嘉手納町で生まれ、宜野湾市で育っています。最終学歴は上智大学卒業。なぜ英語名があるのでしょうか。さらに南さんの生い立ちを見てみると、デビュー当時、南さんはハーフと紹介されていたのですが、出身地はお母さんの故郷である奄美大島や鹿児島県と書かれていたそうです。なぜハーフだと紹介されたのかというと、そこには複雑な理由があったのです。南さんの幼い時に両親は離婚していて、実の両親は2人とも日本人でしたが、後に母親が基地で働くフィリピン系の男性と再婚。義父がフィリピン人だったため、ハーフということになったのだとか。南さんには妹と弟がいますが、お母さんが再婚後に誕生していますので、まさに2人はハーフということになります。南さんはお母さんとは日本語で、義父や妹や弟とは英語で話していたそうです。ちなみに出身地が沖縄でなかった理由は、当時はまだ沖縄が返還前で、ハーフは OK でも沖縄は NG という屈辱的な理由からだったといいます。それにしても宜野湾市内で3回も引っ越していて、3回とも普天間飛行場のゲートの近所だったそう。それにも理由があって、当時ベトナム戦争の出撃基地となっていて、米兵による犯罪が多発していたため、母親が娘の安全を考えての引っ越しだったそうです。家にはクーラーもなくて、ジェット機の爆音や戦車や軍用車が走るのも普段の生活の一部に過ぎなかったそうです。しかし義父がアメリカの軍属だったため、米兵向けの売店やハリウッドの最新作を上映する映画館に出入りできる身分証明書を持っていたり、インターナショナルスクールに通ってバリバリのバイリンガルでしたから、フェンスの向こう側の恩恵を受けて育った南さん、他の沖縄の人とは違う環境だったそうです。そんな南さんが芸能界に入ったきっかけは、琉球放送のアシスタントのアルバイトをしていた時に、あるテレビ番組にゲスト出演していた人気デュオのヒデとロザンナのマネージャーが、持ち帰った写真にたまたま南さんが写っていたのを CBS ソニーの関係者が見つけて、たった3ヶ月後の1971年6月にはファーストシングルの17歳が54万枚を超える大ヒットを記録。同年の日本レコード大賞で新人賞を受賞。 NHK 紅白歌合戦にも初出場するなど、いきなり大ブレイクします。こうして前代未聞の人気を集めた少女は、日本でアイドル歌手1号として活躍します。小柳ルミ子さんに天地真理さんと新三人娘と呼ばれ、凄まじいまでの人気者となって、1971年72年のプロマイドの年間売り上げも第1位を獲得。その後も彼女は次々とヒット曲を連発。1975年の人恋しくてで日本レコード大賞の歌唱賞を受賞。その人気は業界人の中にも、サオリストという熱烈なファンを持つまでになり、吉田拓郎さんと釜谷津博さんからシンシアという曲を捧げられるほどに。1978年の25枚目のシングル、春の予感 I've been mellow が大ヒット。
ですが、突如歌手の引退を発表。まさに人気絶頂だっただけに、サオリストはまさに青天の霹靂でした。引退を決断した理由とは、在学中の上智大学の学業に専念するためで、引退後は3年間勉強し、できれば大学院に残りたいとも語っていたのですが、それは実は表向きの理由だったとも言われています。本当の理由は一体何だったのか。ある情報筋によると、デビュー前には住まいを用意するし、学校にもちゃんと行かせると事務所は約束していたにもかかわらず、ホテル住まいや社長宅の居候だったことや、売れると仕事を詰め込まれただけでなく、学校にはほとんど行けなかった上に、体を壊し入院することもあったそうです。当時の芸能人の扱いはとてもひどかったそうですが、そんな処遇に我慢ができなくなった、これが真相だったと言われています。しかし、こういったトラブルは一度だけでなく、過去2度ほど恋人の存在をすっぱ抜かれ、引退騒ぎを起こし、その度に撤回していた南沙織さん、もう身も心もボロボロだったのかもしれません。しかし、それ以上に衝撃的だったのが極秘結婚でした。しかもおめでた婚だったことに、涙ながらに引退する彼女を見送ったサオリストは、膝から崩れ落ちるほどの衝撃を受けました。その相手がなんと13歳も年上の巨匠、篠山紀信さんでしたから、二人が寄り添う写真を見た世の男たちは仰天して、一斉に目薬をさしたそうです。篠山さんと南さんとの関係は、南さんのシングルとアルバムのジャケット45枚を篠山さんがずっと手がけていたそうで、お互いの仕事ぶりや人柄に惹かれたのかもしれませんね。以前から彼女が言っていた、自分の仕事に誇りを持っている人が好きという言葉にぴったりな相手だったため、逆に紳士らしいと妙に納得したのでした。実は篠山さんは南さんとは再婚で、元トップモデルの妻がいたそうです。結婚後の南さんは3人の息子さんに恵まれています。長男は父親の事務所の手伝いをしていて、三男は国立大学の理系学部を卒業した後、ソニーに研究員として勤務しており、天才との呼び声が高いようです。二人とも一般人ということですが、次男の篠山章信さんだけが唯一俳優、タレントで活躍されています。ドラマやバラエティ番組に出演し、 NHK 朝一でリポーターを務めるなど、母親譲りの爽やかで親しみやすいキャラクターで、多方面で活躍している照信さん。2022年には母の故郷を題材にした島で第31回新人シナリオコンクールに入選。父と同じ表現者としての才能を受け継いでいます。ちなみに母親の17歳は10万回は聞いたそうです。そんな照信さんは2019年 NHK アナウンサーの天宮萌香さんと結婚されています。当時は朝一婚と祝福されました。余談ですが、天宮さんの最初の勤務地がなんと NHK 沖縄放送局だったのも、何か不思議な縁を感じます。また天宮さんの両親がとんでもない方たちで、父親は科捜研で薬物の鑑定のエキスパートとして、薬物事件なんかの番組にもよく出ている有名人で、現在は独立して法科学研究センターを設立しています。母親は作家で脚本家、プロデューサーで、映画「太陽の歌」の作者として有名で、現在は企画会社を立ち上げて活躍されています。天宮さんには2歳下の妹さんがいて、今は劇団アハハ本舗に所属して芸人の道を追求しているのだとか。さて、引退後の南沙織さんですが、基本的に家庭優先の専業主婦でしたが、
1991年の NHK 紅白歌合戦へ14年ぶりに出場。レコーディングのみでの活動を再開し、1997年 CM ソングのシングル初恋を最後に、それ以降の新譜のリリースはありません。しかし2020年には歌手デビュー50周年目を迎えて、記念 CD ボックス新車アライブが発売されるなど、人気のほどがわかりますね。現在はメディア露出はありませんが、夫婦仲良くされているとのことです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？南沙織さん、本当は70年代のスーパーアイドルになることを本人は望んでいたのでしょうか？これからもお幸せに。それではまた次回お会いしましょう。